この問題はダイハツ工業が安全性の確認に必要な衝突試験について不正なデータを使って国の認証を取得していたものです第三者委員会の調査で新たな不正が判明しダイハツ工業はきょう他のメーカーへ供給しているものを含めすべての車種の出荷を停止すると発表しました。これについて中津市の大発九州はきょう 全面出荷停止の連絡を受けましたが現時点ではハイゼットカーゴやミライースなど大分で製造している6車種すべてについて第一工場、第二工場ともに従来通り生産を続けるということです製造した車は工場内に留め出荷はしません